HIP36。ハリケデンからこんにちは、美容ハリです。はい、そしてモデルのリコさんです。今日6週ぶりのメンテでだいぶボロボロっすね。ボロボロです。はい、声もね出ないし、はい、まあアレルギー反応で花粉症も重なりながら、はい、だいぶぶっ壊れてるんですけども、心配なのは5年間、ね、無月経だったりとか、はい、生理不順だったの方は生理をバッチリ行きました。はい、よかったです。ちゃんと月1メンテをしていきたいですね。ちょっと大丈夫かなと思って実験的に3ヶ月4ヶ月空けてみたいですけど、止まっちゃったら大変なので、うん、体のメンテをして元気になってもらいたいなと思うんですけど、ちょっと見てください。なんか今日だいぶやばそうですよねやばいですかねいや、多分分かる人分かると思う、これ映像でも、うん、ということで行きたいと思います。もうねあのもう緊急治療です。はい、ではこう生理の方は順調に来てるっていうことですけども、今自律神経だいぶ乱れてるんで、この影響がホルモンバランスの方にもいかないようにメンテナンスでしていきます。はい、ということで、あ、これ何回も言いますけどね、リコさんちゃんと婦人科さんにも行って問題なかったということで治療に入って、今はちゃんとコンスタントに来てるんでね、鍼灸治療でフォローアップしてるわけですね。でも自律神経も乱れてるんで、体背中がこわばったりしますので、ね、背中のこわばりちょっと見てみましょうか。で手を合わせてもらって、だいぶやばいですね。骨盤もだいぶやばそうですね。動かしないようにしっかりと治療していきたいと思います。それでは、ゴー。はい、それでは生理不順とか無月経の、ね、治療に入っていきます。はい、ということで今、まあ、生理不順があって何か問題がある場合はそこを治療していくんですけど、特にわからないという場合ね、自分の生命力とか自律神経のバランスが崩れていて、そしてからのエネルギーのバランスが調子が悪くなっちゃったんですね。その結果ホルモンバランスが崩れてる、視床下部とか下垂体とか卵巣周りとかですね、そういった部分が反応が悪くなってしまってるっていう状態です。だから自分で回復する生命力を上げる、生命力を上げる、生命力を上げるっていう治療が必要なんですね。今だいぶ下がってたでしょ、オープニングね。生命力を上げるっていうことをやるわけですね。さっき別の治療したんで結構若干元気になりますね、根元。はい、ということで、ね、個人教なんですけどね。OK。 あの、これがちょっとできるんですね。こっちは大丈夫ですね。これです、これ胃大腸が調子が悪い感じですね。はい、で、個人科の治療をしていきます。まずね、ここです。ハリボーがいますけど、だいぶハリボーは消えました。あーあー、見えたさらに4件にします。4件ね、肺の経絡、大腸の毛。はい、よ、これで退院陽明系が活性化してきますか。感じますか。そして今4経絡で退院陽明系がうわー活性化していってる時に子宮に響く針をしていきます。はい、こちらです。今日はちょっと僕今日今朝5時に出て6時の新幹線で今日ここに来たんですよね、大阪から。なので聴診はちょっと倉庫に忘れてきまして、我が聴診倉庫っていうのがあるんですけどね。地骨に響きます、ね、はい、そしてさらに針を入れます。これですね。はい、OK です。では10分お休みいただきます。
はい、それでは10分経ちましたので、針を取っていきます。はい、それでは背中がちょっとおけつ取ってシュッと活性化させていきたいと思います。それでは、はい、それでは、生理不順のうつ伏せ側なんですけども、妊婦神経っていうのを刺激する針をするといいんですけどもね、滞りを改善する、水玉をしてですね、おけつを取ってから治療していきたいと思います。おいっと、早いですね。おおっていい感じですか。そんなに吸ってないです。それでちょうどいいかなぐらい。これでちょうどいい感じ。ちょうどいい、ちょうどいいです。全然吸ってないですね。吸ってない。これちょうどいい。ちょうどいいですね。なるほど。で、腰、仙骨回りしますね。もう余裕ですね。いやいやいや、やばいです。ここはやっぱりね、やっとかないと。大丈夫ですか？大丈夫じゃない。大丈夫じゃない。あ、それはやばい、それはやばい、吸いすぎです。吸いすぎ。動かないように。大丈夫ですか？やばいです。引いてましたです。滞り取っとかないとですね。大役場。これ大丈夫ですね。大丈夫ですか？そんなに吸ってないんですけどね。ここはちょっとどこです。ここはやばい。ここはいいですか？嫌です。嫌です。嫌ですけど。ここです。滞り取ってきました。よし。ここで、あ、いい感じに上がってきてるんで、おけつ吸い出して針をしていきたいと思います。はい、それでは針していきますけども、これね、やっぱ本当に悪いんで、あんまりおけつが上がってきにくい感じなんですよね。普通だともうちょっと表面がちゃんとスッと上がってくるんです。結構深い状態があるんで、中の滞りを針で取っていきたいんですけども、その前にですね、まずこの骨盤内を活性化させるっていう治療をしていきます。でですね、脊髄神経から伸びた枝分かれしていてですね、陰部神経っていうのが入っていて、骨盤神経層っていうところに入っていて、そして子宮までのね、いろんな部分を交感神経線維が支配していて、でこの血流を調整したりとかしているんですが、陰部神経っていうところだけはお尻側からアプローチできる、そこを活性化していきます。あるいは副交感神経線維というリラックスする神経をですね、興奮させて体を本当に緩ませたりとか血流を良くするっていう、効果があるんですね。でこれは、エビデンスがあります。でそして交感神経線維ね、体がアクティブになってちょっと逆に血流が悪くなってしまうような、神経は興奮を抑えてリラックスを高めるっていう効果があるんですね。で
これを活性化させるために針をしていきます。で、今日使うのは長針ですね、これね。まあそんなにね、長くないですからね、いつものね、こんなに黒みたいな、ね、大したことないですね、はい、はい、こいっす、これですね。ああ。いました？どちらに？お尻の真ん中。血流なんか高まってる感じしますか？そうですね、内側に。エネルギーですね。エネルギーですね。もうニコさんの口からもエネルギーの話が出てきました。はい、エネルギー。つまり血流とパワーですね。エネルギーです。うわー、エネルギーが来ました。ここで持ってきます。もう十分来てます。普段はあまりしませんので、はい、YouTuber は若干エンターテインメントに寄っておりますので、ちょっと差し引いて見ていただければと思います。基本は僕はソフトなんでね、あまり水玉をしないんですけど。ただあの水玉しないと2秒ぐらいで YouTube が終わっちゃうんでですね、はい、ちょっと尺が持たないんでですね、はい、大丈夫ですか？すごい寝たわ。今日ビリビリきますね。ビリビリきます。今日せっかくなんで、このおけつをちゃんと出せるように、はい、気持ちいいですよ。すごい。ヒップ36ですね。重要分かんないですはい、ヒップ36そうですね、電気をかけると、人間の体って電気で動いてる、電気を微量にかけるとですね、すごい活性化がね増すんですよね。なんでちょっと滞りが激しい時は電気をかけます。はい、ちょっと多め、強くないですか？大丈夫ですか？感じる程度です。それでは10分ほどお休みいただきます。それでは時間になりましたので、針を取っていきたいと思います。はい、では起きていただいてご注意しましょう。はい、じゃあ生理不順の方ですね、コンスタントに次の生理周期がどうだったかちょっとコメントいただければと思うんですけども、じゃあ体のこわばりチェックしてみたいと思います。手を合わせて右左動いてみましょう。おお、いいですね、いいですね、はい、バッチリです。ということで生理不順ですね、婦人科さんに行ってチェックしても何も問題ないっていうところで、経過観察だったりとかホルモン剤でですね治療している方とかですね、ニキビのトラブルあったりとかしますので、良くなっちゃえばいいんですけど、なかなか良くならないっていう方はですね、東洋医学的な治療を合わせると本当に良くなっていきますので、ぜひお問い合わせいただければなと思います。うちの院は銀座院と横浜元町院がありますので、概要欄からお問い合わせいただければと思います。またこういった施術できる先生方ですね、全国にたくさんおりますので、概要欄からお問い合わせいただければなと思います。で、最後に皆さんにお願いがあるんですけども、この動画を見ていただいてくれた8割、9割の方がまだチャンネル登録いただいてないので、ぜひチャンネル登録お願いします。で、他にも施術の動画、セルフケアの動画を配信していますので、次の動画もご覧いただければと思います。チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いします。はい、ということで今日どうでしたか？はい、体の動きがすごい良くなって、声も出るようになって、すごいスッキリしました。良かったです。はい、ありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。はい、生理不順の、経過報告ですが、今月も無事、ちゃんと生理が来ました。先生いつも施術ありがとうございます。
またよろしくお願いします。ハリクエデンから購入者ヨハリキです。はい、そしてモデルのリコさんです。もうついに声出さなくなる。こんにちは。他の動画で、まあ、どの順番かわからないですけど、今日ね、6週ぶりのメンテで伺ってると、だいぶボロボロっすね。ボロボロです、はい。声もね、出ないし、まあ、アレルギー反応で花粉症も重なりながら、だいぶぶっ壊れてるんです。